あ、自分で。かおりんさん、外に出たい感じですか？なぜなぜなぜですか？純粋に伝説のブラシなしでなでなで成功しました。一応餌をまいといてっていうのが今までのパターンだったんですけれども、はい、ないかね。出たりなんかしますか？いいよ。ちょっと目の前に大きくて黒い人と大きくてちょっとかっちょいい柄の人がいるからね。今ここでラブラブになってるのね。はい、どうですか。はいはい、ポンちゃんがどっか行ったよ。あ、こっちでなでなでされてるよ。道が空いたと思うよ、カオちゃん。はい、そうね、アンズちゃんがガイド役かもしれないね。はい、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 いかだね、はい、はい、どうぞどうぞ。Thank you.
ズちゃんには完全に心許してるね。回り込んでおいでって。はい、遊んどいで。長いね。はい、顔のいない間にポンちゃんがケージをチェックです。さすがは女帝ですね。そうか、カオリン以外あれ使ったことがないよね。ルーム行く？まあそうだね。
ジャン君がそこはダメなんだよって言いに行ったね。完全にチェックが終わるまでは刑事に戻ろうとすると一番怖い人がいるけどね。機嫌がいいね。ポンちゃん今ポンちゃんが見えるよ。
車置いときますか。